小岩連合、ついに極悪連合を倒したらしいぞ。レディースなのにすげえ。でも番長のヒロさんにはかなわねえだろ。好き好んで喧嘩とか、物好きなやつもいるもんだな。俺の名前は福田ヒロ、高校2年生だ。俺の父は空手道場の師範で、小さい頃から厳しく鍛えられてきた。3年前のある日、不良に絡まれていた女の子を助けたのだが、相手が界隈で有名な強い男だったらしく、それ以降敵討ちに射程が喧嘩を挑んでくるように。そいつらを倒すうちに、いつの間にか俺は番長にまでなっていた。確かにヒロさんは敵なしだからな。そんな女なんて余裕っすよね。まあ。へえ、ずいぶんと自信があるみてえだな。お前は。彼女こそ噂の張本人伊藤マリア。レディースの小岩連合を束ね、頭を張っているらしい。隣のクラスで俺とは関わりがないはずだが。おい福田ヒロ、これ受け取れよ。それは果たし状か。面倒だな。それにいくら強いとはいえ、女と喧嘩するなんてなしだ。受け取れねえよ。は？なんでそんなひどいこと言うんだよ。無理だっつってんだろ。てかお前必死すぎじゃね。必死じゃねえし、いいから受け取れ。ここでグダグダ言い合いすんのもめんどいな。ああ、そこまで言うなら受け取ったな。ぐっ、とにかく来いよ。小岩公園に13時だからな。清掃で来るんだぞ。いいな。行っちゃったよ。ヒロさん、ついに決闘っすね。ヒロさんなら圧勝ですよ。なんだか面倒なことになったな。それから俺は家に帰ったのだが、女と勝負とか面倒だな。ま、避けてれば勝手にへばるか。ヒロ、元気だったか。なあ、久しぶりだな。こいつは山田学、隣に住む5つ上の幼なじみだ。今でもうちの道場に通っており、こうしてたまに俺の様子を見に来てくれる。なあ、喧嘩の清掃って何だと思う？なんだよ、お前持ってないのか？貸してやるよ。助かる、ありがとな。数日後。ねえ、あれって嘘？本当に？いや、これが清掃ってマジかよ。てかこの特攻服ダサすぎるだろ。さっきからみんなに見られてるし。で、とにかくさっさと済ませて帰ろう。そしてようやく公園に着いたのだが。ようやく来たかって、あれ、清掃で来いって言っただろ。ちゃんと喧嘩の清掃で来ただろ。は？喧嘩？デートの清掃に決まってるだろ。なんでだよ、勝負するんじゃなかったのか。勝負？あれ、私たち両思いだろ。デートするはずじゃ。何の話だよ。お前にラブレター渡しただろ。ラブレターって果たし状ならもらったけど。果たし状なわけねえよ。お前中確認してねえんだろ。したけど。うっ、2枚目入れ忘れてる。お前が確認してないのかよ。つうかお前俺のこと好きなのか。そんなわけねえだろ。そう、決着をつけるぞ。喧嘩大好き、嬉しいな。それは無理があるだろう。ごまかされないか。こいつもしかして頭悪いんじゃ。せっかくデート楽しみにしてたのに作戦練り直した。覚えてろよ。おい、行っちまった。何だったんだ。翌日の放課後。待ってたぜ、さっさと行くぞ。は？いきなり何なんだよ。今から私とデートだ。意味わかんねえ。うるせえ、行くたら行くぞ。いや、お前のことよく知らねえし。だったらこれから知ればいいだろ。あんたを私に惚れさせてやる。顔真っ赤じゃん。こいつ本当に俺のこと。
でも…いいのか、あんたが私から逃げたって言っても。だ、わかったよ。それで、どこに行くんだ。そうだな、じゃあ…お前結構打てんじゃん。足りねえだろ。せっかくだし、私と勝負しないか。勝負？10本勝負で多く当てた方の勝ち。勝ったやつが負けたやつに何でも命令できるってどうだ。は？何でもって、こいつもしかして練習してきたんじゃ。負けるのが怖いのか。やめてもいいんだぞ。やってやれよ。勝負の結果は？おめ強いな。お前が弱すぎるんだって。なんで一本も当たらないんだよ。負けたもんは仕方ねえ。何でも命令しろよ。じゃあ俺の生徒になれっていいのかよ。せっかく何でも命令できるんだぞ。いいよ、あまりにも下手すぎてかわいそうになってきたし。かわいそうなんて言われて怒ったか。教えてもらえるなんて、野球できなくてよかった。こいつポジティブすぎんだろ。それからマリアに打ち方を教えることになった。効果？そうじゃなくては？よくわかんねえな。こう持つんだよ。そうか。おう、なんだかいい匂いが。って俺何やってんだよ。そんなことがありながら、もともと運動神経がいいマリアはみるみる上達し。見てたか、今当たったぞ。なお、ちょ、定休って。1時間後。なんだかんだで盛り上がってしまった。今日は楽しかったな。ああ、てっきり何かアピールされるのかと思ってたけど。アピール？何のことだ。これさせるとか言ってただろ。それはほら、あんたに楽しんでほしくて。バッティングセンターなら体動かせるしいいかなって。お前変なやつ。笑うなよ。とにかく今度こそ惚れさせてやるからな。それからマリアは放課後の度に俺を誘うようになった。おいヒロ、今日も行くぞ。マリアのやつまた来てるよ。でもこんなのあいつらが黙ってるわけ。どう？どうするマリアさん、今日も元気っすね。めちゃくちゃ馴染んでるし。てかお前チームほっといて俺と遊んでていいのかよ。ああ、確かに。じゃあ行くか。は？その後俺が連れて行かれたのは。こいつが福田ヒロさんか。いつもマリアさんが話してる。あの、すっげえ熱。お似合いじゃないですか。よかったら記念に写真撮りましょうか。な、恥ずかしいこと断るに決まって。いいのか。乗り気かよ。マリアさん一緒に撮りたいって言ってましたもんね。それは言うなよ。あ、すみません、つい。ほら、もっと近づいてくださいよ。おう、それじゃ入りませんよ。空か。近い。バッチリです。はい、チーズ。それからもなぜかマリアといる時間は増えていった。そんなある日、チケット並んでたな、あいつは。って姉ちゃん、一人かわいいね。今から俺たちと遊ばない？無料に絡まれてる。喧嘩は面倒だが仕方ない。助けに。あ、やんのか。すみませんでした。はあ、ヒロ、チケットありがとな。早く行こう、映画始まっちまう。ああ、さっきはすごかったな。相手のやつら相当ビビってたし、やっぱこいつ強いんだろうな。なんだ急に。おいマリア。しっ、なんだよこいつ。
その後、俺たちは映画が終わるまでずっと手をつないでいた。映画最高だったな。そうだな。正直内容覚えてないけど、こいつ俺といる時は普通に女の子っぽいし、総長に思えないんだよな。お、そういえばお前ってなんで総長になったんだ？昔、私が不良に絡まれてた時、助けてくれた人がいたんだ。強くなったらまた会えると思ったから。もともとは喧嘩してなかったのか。それなのに総長になれるなんてすごいな。いや、先代が私のことを気に入ってくれてさ、めちゃくちゃ鍛えてくれたんだ。ヒロはなんで番長になったんだ？俺は全然、ただ流されて。別に番長になりたかったわけじゃねえんだ。正直喧嘩も好きじゃない。そうだったのか、意外だな。本当は辞めたいくらいだけど、慕ってくれた人もいたから辞められなくてさ。別に辞めてもいいんじゃねえか。え、でも辞めたってヒロがやってきたことが無駄になるわけじゃないだろ。そうか。当たり前だろ、みんなヒロを慕ってるんだから。今までの関係と形が変わるかもしれねえけど、誰も嫌いになったりしないと思う。もちろん私も。そんなこと初めて言われた。強いだけじゃない俺も求めてくれる人がいたのか。それからも一緒に過ごす日々は続き、素直なマリアに俺は惹かれ始めていた。そんなある日のこと。今日はどこに行くんだ？そうだな、ヒロとならどこでもいいぞ。何言ってんだよ。あれ、小岩連合の総長だよな。あんなベタベタするなんて。てか男の方もデレデレじゃん。不良のふりして生きってるだけかよ。あいつらヒロのこと。待てよマリア、別に言わせておけばいいだろ。話せば分かってくれるかもしれねえだろ。ヒロは悔しくないのか。俺たちは不良なんだよ。一般人と不必要に関わるな。一般人？そうだよ、不良の俺らとは所詮分かり合えないんだから。もういい、ヒロなんて知らねえ。マリアが途中で帰るなんて。でもすぐに機嫌直すだろ。そう思っていたのだが、数日後。また今日も来なかった。マリアは放課後になっても俺のところに来ることはなくなっていた。今までこんなことはなかったのに。もうマリアは俺のこと好きじゃなくなったのか。ヒロさん、マリアさんは大丈夫なんすか？え、何のことだ？極悪がマリアさんを探してるらしいんですよ。今度こそ絶対にやってやるって。なんだって？俺マリアのとこ行ってくる。マリア、無事でいてくれ。あれはマリアの仲間の。おい、どうしたんだ？ああ、ヒロさん、こないだの報復で奇襲にあったんだ。マリアさんがいない時を狙われて。なんて卑怯な。それでマリアは？マリアさんは一人で乗り込んでいきました。場所はどこなんだ？小岩海岸の近くの廃墟です。すみません、自分たちもこいつら病院に運んだらすぐに加勢します。なあ、無理はするなよ。10分後。マリア！ヒロ、どうしてここに？話は後だ。こいつらを全員やればいいんだな。全員って、おいおい、正気かよ。お前、小岩高校の番長か？知ってるぜ、お前昔は陰キャの成り上がり番長だろ。無理してカッコつけなくてもいいんだぜ。そんじゃ俺から行きますよって。動かねえ。確かにお前らの言う通りだ。はあ、俺は無理してカッコつけてた。それに正直言えば喧嘩なんて嫌いだ。んな奴がこんなとこしゃしゃり出てくんじゃねえよ。でも今は違う、大事なものができた。
ただ喧嘩するんじゃなくて、拳は大切なものを守るために使う。はあ、何言ってんだよ。いいからやっちまえ、二人同時にやってやる。ヒロ、私もやる。これは私の喧嘩だ。なあ、じゃあそっちの半分は任せたぜ。覚悟しろ、てめえら。うわー、勝ったな。ヒロ、大丈夫か。なあ、余裕だ。夫は辛いくせに、私の前では無理しなくていいんだぞ。いや、するだろ、好きな女の前なんだから。え、好きって、私が。そうだよ。俺、親父に鍛えられてどうにか強い男になろうとした。でも本当はそれがどういうことなのか分かってなかったんだ。どんなに鍛えても喧嘩に勝っても本当はずっと不安だった。だけどお前に会って初めて本当に強くなれた気がする。ヒロ、だから俺と付き合ってくれ。もちろん、私もずっと前からヒロが大好きだった。ずっと前って？ヒロが私を助けてくれた時からずっと大好きだったんだ。え、俺が？どうやら俺はマリアを助けたことがあったらしい。というのも、前にマリアが話していた不良から助けてくれたやつは俺のことだったのだ。そして去ろうとする俺をマリアは呼び止め、あの、待ってください。どうしたらそんなに強くなれるんですか？なんでそんなことを聞くんだ？私、家族とも微妙で友達もいなくて、あなたみたいに一人でも強くなりたいんです。俺は親父が強くて鍛えられただけだから強くない。それなら一人で頑張ってる君の方が強いよ。え、強い？私が？そうだ、君は十分立派だよ。あの時ヒロにそう言われて救われたんだ。だから私は強くなって同じ学校にも入った。ヒロがいてくれたから私は今まで頑張ってこられたんだ。マリア。だからこの間、一般人とは分かり合えないって言われて悔しかった。あの時私もそう思われてたのかなって。ごめん、そういう意味じゃなくて、あの時は。許さない。だからこれからもずっと一緒にいろよな。なんだ、もう終わってるじゃねえか。ガク、どうしてここに？あなた、もしかしてあの伝説のスクランブル連合の初代総長？みんなもいつの間に。マリアさん、遅れてすみません。ヒロさん、俺らを置いてくなんて水臭いじゃないですか。って、それよりヒロさん、あの方とお知り合いだったんですか？俺の幼馴染だけど。やっぱさすがっすね、過去に小岩市を統治してた伝説のチームの初代総長とお知り合いだなんて。よせやい、照れるじゃねえか。ああ、だからあの時俺が特攻服着てたの見てひそひそ言われてたのか。若気の至りよ、もう俺は足を洗ったからさ。でもお前が慌ててるのさっき見て、ただごとじゃねえってここに来たんだ。そうだったのか、ありがとな。俺の出番はなかったみたいだけど、ま、あとは俺に任せとけ。数日後、ガクは話をつけてきたと報告してくれた。極悪連合に二度とマリアたちの前に顔は出さないと約束させたそうだ。そして俺は仲間たちに本当は番長をやりたくなかったことを告白した。みんなは謝ってくれたが、マリアのおかげで番長も悪くないと気づいたと話すとほっとしていたようだった。俺は高3になって仲間に引き継ぐまで番長を務め上げ、数年後。なあ、さっきから私の話聞いてるのか？なんだよ、私より優先するとか許せねえ。まったく、どんな漫画読んで。あ、不良は嫌なんじゃなかったのか？
昔の話だろ。そのおかげでマリアと出会えたんだから。でも漫画じゃなくて私のことももっと見ろよな。見るです。もし時間があれば